はい、ありがとうございます。先ほどまでは高橋さんが日本に戻ってからどういうお仕事されてらっしゃったのかみたいな部分を含めてお話いただいたんですけど、この動画では今何をしているのかっていうところのお話をお伺いしたいなと思ってまして、今キッチンカーされてるっていう話だったんですけど、改めて名前も含めてお聞きしてもいいですか？うちは配置料理をやっててシェリーっていう名前で、はい、これ何？英語？フランス語じゃないですか？フランス語ですか、うん、これどんな意味なんですか？マイラブみたいな感じなんですか？あ、そうなんですね、うん、実際それを始めたきっかけっていうところもちょっと聞いてみたくて、うんうん、何がきっかけでキッチンカーを始められたんですか？もともと主人カメラマンじゃないですか。だけど料理をやりたいってずっと言い始めてて、でもレストランでバイトはしてるけど飲食の仕事ってよくわからないから、うんうん、全然相手にしなかったんですよ、うん、でもずっとやりたいとかって、でそうやって言ったらなんかすごい好きそうだなっていうのも感じていて、はい、やりたいんだろうなっていうのも思ってて、で、まあ、そうしたら2010年にハイチの地震があって、その時に日本人ハイチのこと誰も知らないみたいな感じで愚痴り出して、愚痴ってんだったらじゃああなたが日本にいることってなんか意味があるんじゃないのみたいな感じで、じゃああなたが日本の人にハイチを伝えればいいじゃんみたいな話をしていて、でそうしたらじゃあ料理やりたいって言ってたなと思って、じゃあなんかお料理ってできればいいのかなと思っていて、でもまあ分かんないから怖いなと思ってたら、友達がキッチンカーっていうお仕事があるよって教えてくれて、うん、これからやってみたらっていうのでやってみるかと思って、うんうんうん、それでいろんな人にお料理を通じて配置を知っていただければなと思って始めたんです、うん、ああなるほど、そういうことだったんですね、うんうん、じゃあそのキッチンカーを購入して配置料理をしようと。そうですそうです、うん、でもキッチンカーするのも初めてですよね。そうですそうです。で配置料理として出すのも初めてですよね。そうですそうです。実際どうでした？最初やってみて。全然売れないです。売れないんですか？全然売れないです。それはキッチンカーとしてどっかで販売してても売れないってことなんですか？配置が本当に分からなさすぎて。なるほど、ね、引っかからないんですよね。はい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 。国っていう認識もないみたいな。はいはいはい。配置料理って書いても何配置料理国なのか何なのかも分かってないみたいなのがやっぱり多いから。そういうことですね、うん、でまああと私たちもいろんなことが下手だったんだと思うんですよ、うん、それこそ看板の出し方とか作り方とか見せ方とかっていうのもあるだろうし、はいはいはい、なるほど。ちなみに一番最初どこにキッチンカーとして出したかって覚えてらっしゃいます？表参道。表参道なんだ、うん、結構一等地のところですねそうです。出店料の方が高かったです。売り上げより毎日赤字ですよ、うん、実際始めてみて、うん、やっぱりハイチのこと知らないなとか買ってもらえないなって思う時期もあったわけじゃないですか、うん、転機っていつだったんですか？病気してからです。それは高橋さんが？いや、うちの主人が倒れてから。倒れた後に復活した時から、はい、うん、なんか売れ始めたかな。そうだったんですね、うん、だからそれまでって回転させる能力もなかったんですよね。はいはいはい、はい、オーダー来てから生のチキン焼き始めたりとか。なるほどなるほどなるほど。それじゃあっていうのもあって、うんうんうん、そういうのをいろいろ言われてて、じゃあ今度からこういう風にしようって言ったら倒れちゃって、はいはいはい、でそれで復活した時にそのやり方をして回転させるようにしてっていう感じかな。あ、そうだったんですね、うん、ちなみになんですけど配置料理って僕知らなくて、うん、そうですね、ちょっと教えてもらいたいんですけど、うん、ハイチ料理はお肉、魚？お肉も魚も あるんだ。あるみたいですね。あとお野菜とか、お野菜とかだと煮込みが多いかな、はいはい、今キッチンカーのシェリーではどういう名前で売ってるんですか？まあ、一応ハイチ料理っていうので、はいはい、一番メインのやつはグリオっていう。グリオ。揚げ豚肉がハイチの代表的な料理で。揚げるんだ、うん、豚肉を。そう、味付けした豚肉を揚げるんですけど、はいはいはい、ピケって言ってハイチのお漬物みたいなピクルスみたいなのが、はい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 、それと一緒に食べるんですよ。うわ、美味しそう。そうで、なんかハイチ人ってよくすごい派手なホームパーティーをするわけですよ。何十人何百人って呼んで、それでお料理とか振る舞って、でみんな飲んで踊ってっていうホームパーティーをよくするんですけど、はいはいはい、その時にやっぱお料理でグリオがバッて出てくるとみんな、いやグリオって盛り上がる。あ、そうなんだ、うん、ちなみになんですけどシェリーに行こうとした場合ってどこに行けば食べれるんですか、ハイチ料理？月曜日はお茶の水のソラシティ、火曜日が黒陽品川の本社、はいはいはい、で水曜日が中野セントラルパーク、うん、木曜日が本郷の東京大学。あ、そうなんですね。そうなんです。で金曜日が今2カ所あって、うん、東京国際フォーラム、はい、あの大きい場所ですね。そうですそうです、うん、もう1カ所が恵比寿ガーデンプレス。あ、あそこですね。なんだって。そう。あ、そうだったんだ、うん、なるほど。でも結構皆さんがいらっしゃるような場所に置かれてるんですね。そうですね、うん、なるほど。
じゃあ需要がないと、まあ、確かにそうですよね、うん、実際そのキッチンカーでやられてるじゃないですか、うん、ハイチの地震の時とかも含めてなんかアプローチされてたりもしてたんですか。だから本当はね2010年の時に主人が人に頼まれてて、まあ、本人もやりたかったから、うん、一緒にちょっと募金みたいなのやろうってなって、で、まあ、それでうちの主人が大使とかをそのイベントとかに呼んだりしてやってたんですけど、結局何がきっかけだったのかな、国として募金が受け取れなくなっちゃったんですよね。だからうちはほら大使とつながってたから、はいはいはい、国に渡すってあれだったから、はい、それがダメになっちゃって会えなく断念していて、でもずっとそれは気にしていたんですけど、でも渡し先もどこに渡していいかわからなくて、うん、そのまんまでいたんですけど、うまく渡してくれるところがあればいいなってずっと思ってたわけですよ。でもそれがわかんないから、うん、でそうしたら、まあ、また地震になっちゃって、で主人は2年前に亡くなっちゃったんですけど、うん、なんかやんないとなと思って、うん、本人やりたかったし、うん、たまたまお友達に紹介してもらったグッドネイバーズジャパンさんっていう団体があって、うんうん、でそこがハイチの支援をするっていうことだったんで、うんうん、本当にうちなんて微力で友達とか知り合いの LINE 全部送ったり、うん、キッチンカー関係のところにちょっと送らせていただいたり、うんはいはい、あとお客様にチラシ1500枚ぐらいバラさせていただいて、うんはい、グッドネイバーズに募金していただくように宣伝させていただいて、うんはい、っていう感じですかね。なるほど。実際どれぐらい集まったものなんですか、うん、当初630って言われていて、うんうん、それって630って言ったってその地震その地域で他にもあるんですよ地域、はいはい、でもその1箇所だけでそこでも1万件なわけですよ被害。なるほど。その中の630だけなんですよ。じゃあ630個の家、そう前回崩壊のところに資材を渡すだけなんです、うん、なるほどね。きっと道具を渡すから自分たちで作れっていうことしか配置とかってしてもらえない、うん、なるほど。あと団体もないそういうことし、ね、もう唯一グッドネイバースお願いしますっていう感じで、それから行政で来るのがもうそれしかできないんです今みたいな感じでおっしゃられてて、うんうん、じゃあ一件でもと思って、うんで皆さんにお声掛けさせていただいて、うん、で879件にだから250件ぐらい、はいはい、そんぐらい増えたわけですね。増えた。そんなに集まるとは思わなかったんですよ。まあそうですよね。だってその時ってちょうどアフガンがあって、うん、沖縄の産後問題があって、トンガの地震があって、はい、でウクライナですよ。でハイチの地震なんか何のニュースも流れてないから、うんうんうん、全然集まらないと思ってたんですよ、はい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 、本当に10件集まればいいぐらいの思いでやらせていただいて、いやでもいいですね、まあ、もちろん1万もう本当にビビたるもんですよ、ね、630とか800とかで 10% もいってないですけど、うん、でも県でもっていう、もうそれしかなかったんで、まあ、でもそれでも少なくともその250とかは、うん、ハイチのことを知ってくれたっていう話もなるじゃないですか。そうですね、そうですね、そういう面ではすごくポジティブですよ ね、 そうですね、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、実際今されてきていることも含めてなんですけど、今後高橋さんがやっていきたいこととか今後どういうふうにしていきたいかとかってあるんですか、うん、とりあえず地道にキッチンカーを続けて知っていただくっていうのと、うんうんうん、こういうふうにまたなんかグッドネイバーさんとお知り合いさせていただいて、なんかあればご協力させていただきたいっていうのとか、うん、あともともとね昔いた在日大使でマルセル・ブレ大使っていう方がいらっしゃって、はいはい、ハイチの方ですか。そうそうそう、うんうん、ハイチの在日大使です。で仲良くしてたんですけど、結構アーティストを呼んでたんですよ。ミュージシャンとか画家とかを呼んでて、はい、でその時にうちの主人とか知り合いに頼んだりして、うん、九州のツアーしてもらったり民宿でライブやってもらったりしたんですよ、うん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 、そのデュレ大使がいなくなったとかもちょうどたまたま知り合いにプロモーターがいて、うん、彼に頼んでハイチのミュージシャンですよ、全然名もない、うん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 、を草月ホールでしてもらったんですよ。すごっ、そうなんだ。だからなんかそういうことも主人は知ってもらうのになりたかってたから、うんうん、そういうこともできればいいなと思うけど、うんうんうんまあ、ちょっと難しいかなで一番の希望はハイチってコンバが、うん、パーカッションがすごい有名で、ブドゥ教って宗教があるんですけど、はい、昔そのマルセル・デレ大使がいた時によくアゾールっていうミュージシャンを呼んでたんですよ、うんうんうん、でコンバのパーカッションの有名な人で、その人ってブドゥ教のカリスマの牧師さんだったんですよ、はい、でパーカッションもすごい上手くて、彼が叩くとブドゥのね、日本でやってる時はそういうのじゃないんですけど、トランスに入っちゃうんです。
ですよ、彼の叩いてる音を聞いて、はい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 、だからブードゥーカーニバルとかで彼が叩くとみんないなくなっちゃうみたいなエピソードもあってやば、そうなんです。そうだから実際私も日本で聞いてるんですけど、彼がバーって叩いてたりすると床からザーッと音が来て、はい、足から子宮に入ってきて心臓に来る感じでした、音が。やば、そんな感じ。そう、やっぱすごかった。そうなんですね、うん、で日本も和太鼓すごいじゃないですか、うんうんうん、私が好きな団体がいて、でそこに一人すごい暴れ太鼓をかっこよく叩く男性がいるんですよ。そこのチームの太鼓も好きで、うん、それもやっぱり神道じゃないですか、うんうんうん、宗教的、はい、で配置もコンガで同時に興味のやつがあるじゃないですか、はい、だからそれでなんか一緒にできればな、なるほどね、セッションできれば。そう、うん、で世界に知ってほしいから夢は42nd です。なるほど。タイムズスクエアで合流して、まあ、自分たちがニューヨークで会ってるっていうのもあるんでしょうけど。いやすごいですね、壮大。ができたらいいなっていう夢です、うんうん、なるほど、ありがとうございます。今日はですね、はい、高橋さんの国際協力とか、まあ、今なんでハイチのキッチンカーやってるのかっていうところも含めてお聞きしたんですけど、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。